ですけど、うん、何もやってない。何、京都にコーチ、学校にコーチないの？県連とか。いや、ないですね。面白かった昨日、正午の戦いが。作太郎正午で。ここで練習したらまた新しい高橋さんになれそうだね。富士山ってお伺いしたらもう、うん、スキーのもう、うん、ちょっと色が強いイメージで、まあアルペンもあるんですけど、なんかやっぱりイメージですね。申し訳ないです。なんか全アイスティーで撮ってダメだったので、写真撮ろうと思ったんです。昔からみんながね、ワッペンつけ始める前からずっとやってたから。あ、そうなんですね。基礎スキーでヘッドスポーサーつけたら俺一番速いし。あ、そうなんですね。うん、もうその頃にはもう選手にもみんなヘッドスポーサーつけさせて、そういう活動はね、もういち早くやってる。今でこそみんなやってるけど、それでうまく。群れ回っとるで。決めて決めて、ね、決めて、もっとビシッと。お、いい入り方になった、さっきより。